超古典的なこのサインについてやりましょうか。はい。だんだんあなたはだんだん眠くなる。あなたはだんだん眠くなる。あなたはだんだん眠くなる。あなたは眠いかな。あなたはだんだん。はい、じゃあ今日もね、楽しい催眠術やっていきますよ。4月9日は生催眠やりますんでね、ライブでぜひご覧ください。お待ちしてますよ。3つ数えてもらってくると、なぜか自宅で目覚めるその瞬間になってますよ。自宅になってますよ。不思議ですけど必ずそんな1つ3つ天国に行きます。朝ですよ。気をつけてね。朝ですよ。何時まで寝てんの？仕事行かなきゃいけないんじゃないの？今日は休みです。休み？今日？え？今日なんか遊びに行くって言ってたんじゃないの？今日は家でゆっくりします。そうでしたっけ？そんなせっかくの休みなのに、ディズニーランドでも行ったらいいのに。私、インド派なので。そうなんだっけ？催眠解ける？カフェですけど、大丈夫ですか？そんな格好してるんですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？なんか正気を取れました。正気を取れました。